そう、囲いすぎかな。大丈夫。いや大丈夫だと思います。はい、こっちも全然設定全然合わせますよ。いやいやいや全然全然始めますね。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お、来てくる。あ、ちゃんと通知届きました。さっき来た。そう、そうですか。そうしてる。嬉しい。ありがとうございます。お手つきが似てますか。似てます。はい、本日はじゃじゃーんじゃじゃーんじゃじゃーん。はい、おしゃべり会が終わりまして。終わりまして、ありがとうございました。ありがとうございました。そう、ローストビーフそう、すごい配信で食べるの初めてかもしれないです、うん、あ、本当に。はい誕生日おめでとう。ありがとうございます。私600日なんですよお誕生日よりおめでたいかもしれない。いやいやおめでとうございます、ね、ありがとうございます。というかすごいですね。ありがとう。600日そう、600です。毎日配信ってことですね。そうです。 ありがとうございますすごい。わ、ギフトありがとうございます。いただきます。いただきます。なんかルアさんの方が映ってなくないですか。どうすればいいじゃん。こうすればいいのか。あ、起きます。いただきます。もう少しこっちに。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。先輩と初めてです。嬉しい。嬉しい。ハルナちゃんとずっとしたかったんですよ。あ、ちょっとまず紹介しよう。あの、まずお揃い、あの、生誕ティー、生誕ティーで、はい、お互い生誕ティーをしています。そして髪型もね、お揃いに。お揃いですそう、本当はね、ハルナちゃんフィッシュボーンだっていうやつだったの。三つ編みでフィッシュボーンに変えて三つ編みに変えました、うん、そう、私に合わせるために戻してくれたんです三つ編み。何やって言ってきてますすいません。何やって何やってということで、いただきます。肩よいしょ。2007年って昨日やんってきてます、ね、いやいやいや全然。え、何年生まれ。2003です。うわー3です。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。21歳の抱負とか言ったんですか。21歳なんで敬語なんですか。いやいや言ったんですか司会の人みたいな。全然なんかぐだぐだ喋って終わっちゃいました、でもお誕生日配信見てくれてたんです。うん、そうなんです。ひまたぎ見てました。ありがとうございます。ありがとうございます面白い。口角が上がって、いただきます。すごい、卵がトロトロやん。そうです。で食リポみたいなの柔らかい柔らかい。まだ食べてないですいただきます。いただきます。うん、食べていい。うん、ローストビーフですね。ローストビーフですめっちゃ美味しい、うん、あ、テロップつけようか、うん、つけよう。安全ですか。ビーフです。ありがとうございます。うん、噛み切れませんよ、これうまくない噛み切れません。6分まで時間かかりやすい、うまみが。はい、すごい。
ライスと牛じゃなくてビーフだけ食べてるところが確かに。でもご飯食べました。え、食べたの？じゃあ先に白米だけ食べて、で今お肉食べた。順序は違う。なんか全部語尾が。すいません。私も大きいんですね。あ、そう、文字が大きいんです。見やすいです。うん、そういう設定あるんですか？うん、すごい。先輩から学ばせていただいてます、たくさん。うん、初のおしゃべり会でしたね。そうなんです、初のおしゃべり会でした。めっちゃ、うん、教えてもらいました、いろいろ。そうですね。勉強になりました。良かったです。私も全然おしゃべり会は得意ではなくて、いや、得意っていうか、その、全然喋れない人なので。何を言ってるんですか、もう。すごかったです。全然す、そうです、さすがルア先輩です。本当に何やってすいません、何やってルアさんプロでした。んえ、なんか受け答えっていうか、何やろ、なんか声のトーンがもう、すごかった。確かにおしゃべり会は3トーンくらい上がってます。早着替えも無事にできた。そう、早着替えもすごくて、私着替えるっていうのが 2パターンしか用意してなかったんですけど、何種類でしたっけ。うん、4種類持ってきてらっしゃって、わ、これは見習わなきゃって思ってめっちゃ着替えてらっしゃって、しかも5分ぐらいで、しかも超可愛くて、私がルアさんの写真を撮ったんですけど、はい、え、そうなんですよ、めちゃくちゃ可愛いのが後日載せます。ホットバイハルナで、うん、ぜひ、はい、送ります。仲いいのって来てます。仲いいの、仲いいです。ね、本当にまだ髪切れてない、ごめんなさい。本当ですか。お茶、お茶、本当、ありがとう、どうぞ。ありがとうございます。これ抜かないとダメなやつでしたっけ。抜かないと、え、あ、全然いいんだよ。あ、見えていいんですか、うん、証券見て、あ、これもお揃いです。お揃い。なんかいつか一緒にそのダンスしたいですっていうのを言って、ね、耳に挟みますよ、よく。挟むんですか。挟む。めっちゃ挟む。と、なんかダンス部を作りたいっていう、そうです、ね、一緒に作りたいです、うん、作りたいのはもうぐるぐるテイねえ、まずさ、私のファンの人やめたら、ファンちゃん困っちゃうから、そう、テイとか言わないで。ダンス見たいな、うん、なんか、うん、TikTok とかでアカウント作ってダンス部とかしたいですよね、うん、勝手に言ってるだけなんですけど。ウラもずっとそれはあって、あ、そうなんですか、うん、じゃあ同じ思いということで、うん、いつかぜひやってくれよって言って、うん、髪切れましたか。まだです、全然まだです、すいません。困った。そうですね、そう、公演とおしゃべり会がかぶってて、そうでした、うん、ご飯、誕生日ありがとう、おめでとう。ルアさんもおめでとうございます。おめでとうございます。5月生まれです。チーム5月。ルアさんあんま映ってなくないですか、ね、こっち。すいません、私なんか全然、なんでだろう、大丈夫です、映んなくて。こうしたらいい。ありがとう。なんかこっちの方がルアさん映ってて、こっちの方が私映ってるみたいな、またさっき。いいよいいよいいよ、それで。5月ポーズなんやねんって言って。5、5、みはちゃんの生徒さん盛り上げてね、イエーイ、みはるさん。でもみつあみよく知ってるんで、そういうことです。みはるさん、そういうことでした、うん、伏線。今日はどんな髪型でしょうね。なんか今回から生誕祭が新しくなるっていう、ね、はい、ことで皆さんもお楽しみにです。
んにちは。こんにちは。半分ぐらいに切ってから口の中に入れるべき。あ、なるほど。切ればいいのか。はい。やばいね。面白い。いけた？ここには噛み切れません。かわいい、あざとい、これが。あざとくないですよ。ローストビーフです。もう無理、噛み切るの諦めました。え、切ろうと思ってたんですか？ん、髪の毛切ろうと思ってた。か、髪切ろう。ローストビーフを髪切ろうとするのを諦めました。カメラアウトしますか？いや、もうね、そういう問題じゃない。どうしよう、ちょっと一旦カメラアウト。お待ちください。いや、もうちょっとアウトしてないと見えてます。お待ちください。あ、お茶をどうぞ。ありがとう。はるなちゃん、繋いでって言ってます。繋ぎます。今お茶をバトンタッチしました。この二人同時すぎてきてます。嬉しい。飲み切りました。髪切って飲み切りました。おかえりなさい。ありがとうございます。ありがとう。 MC をつないでいただいて。いや、全然つないでませんでした。ずっとこうやってやってただけです。で、そう、なんかね、昨日はるなちゃんにおめでとうってコメント、コメント LINE した時に、あの、関西弁講座を教えてください、あ、講座をお願いしますっていう風に言ったんですけど、で、関西ってやっぱりどんな感じの言葉を使うんですか？まずイントネーションからって。イントネーションね。なるほど。イントネーション。イントネーション。イントネーション。うん、なんか英語みたいになっちゃった。イントネーションなの。なんか語尾が上がるんですよ。うん、標準語ってありがとうやったらありがとうって下がるじゃないですか。関西弁はありがとう。最後上がるんです。可愛いんですか、これが。関西人になりたい。とんでもございません。なるほどね。どうぞ。ありがとう。うまいです。ね、うまい。ありがとうございます。上手です。ありがとうな、ほんまに。え、なんでそんなうまいんですか。知らんで。え、うまいです。知らへんで。え、めっちゃうまいです。じゃあこれでいきましょう。な。な。了解やで。了解やで。そう、大阪行ったことなくて。え、そうなんですか。行きたいんです。ユニバとか行ったことないです。ないです。一緒に行きましょう。行ったことある。年パス税でした。いいな。学校帰りとか言ってましたね。すごい、いいな。マクド。マクド。マックです。いや、 やっぱりマックですか。うん、マクド。ルアちゃん音感がいいのかなってきてます。いや、そうなんじゃないですか。歌も上手ですし。いやだからイントネーションが完璧なんです。イントネーションが完璧なんです。ほんまやん、ほんまやん。え、もう完璧です。え、でも、ここまで違和感ない人すごいですね。本当に、はい、やった。めっちゃうまいです。まあ、今度マクド行こうか。マクドです。なんて言った今。マクド。マクドじゃない、マクド。マクドです。今度マクド行こうか。コンビニの名前とか結構、うん、ゴテゴテかもしれないです。セブン。セブ入れ。はぁ、セブ入れ。セブ入れです。どういうこと。セブンじゃないの。セブンじゃないですね。セブ入れ。セブ入れです。セブ入れです。ですまで。セブ入れ。セブ入れ。なるほど。え、みんな、みんななの、大阪のみんな。セブ入れ。みんなセブ入れやと思います。うん。
え、関西人の方セブン入れですか？ファミマ。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 ファミマです。それほんまにファミマなんだろうね。ファミマですよ。ファミマ。ファミマです。ローソン。ローソン。おお。よかった。ローソンで分かち合えた。他なんかあります？なんだろう。ミニストップ。ミニストップ。あ、オッケー。地味に違いません？でも。ミニストップ。ミニストップ。うん、ミニストップ。ミニストップか。ミニストップ。なんかちょっと違う。すごい。大阪にミニストップってありますか？あります。すいません、残念ながら新潟にはなくて。え、そうなんですか？そう。確かに 見かけないと思いました。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんねじゃないです。私も欲しいんだけど。なんか、うん、スイーツがいいですよね、ミニストップ。そうそうそう。よし、切る工程から入ります。じゃあ卵の中身を食べます。中身からいくんですか？中身から、はい、食べます。いただきます。珍しい。初めて見ました、卵の中身から。中身、いつもそうなんですか？いや、ちょっと気分です。気分です。中身が好きなんですよ。なんか、白身より黄身派なので。そういうのがあるんですね。ラーメン屋にそういう人おったわ。へい、いらっしゃい。黄身から食べる黄身が好きだって。おー、うまいこと言うじゃないですか。あの、スイカって知ってるって。スイカ知ってますよ。スイカ知ってます。でもイコカです、私。え、何イコカって？え、イコカ知らない。ほな、イコカのイコカで、電車の、電車の、うん、なんかピタパとか、うん、知らない知らない。ピタパも関西？なに、なにそれ。え、電車のピってする、うん、やつ。スイカは分かりますか？分かる、うん、それは。関西はイコカなんです。スイカの由来って何ですかね？スイスイ。スイスイって言っちゃおうかみたいな。スイスイ言っちゃおうか、うん、ほなスイカ。え、逆に新潟のバスはリュートなんです。リュート、リュート、リュート、うん、男の子の名前ですか？違います違います。そういう名前。そう、ひらがなでリュート。おー、そう、それそれ、リュート。なんだろう、そのカードの名前がリュートなの。バスの券がカードがあるってことですか？そう、バスの専用のカード。バスしか使えないカードがあって、そういうのないかもしれないです。あ、マジ？電車も使えてバスも使えるので、共通の。やっぱり大阪は電車ですもんね。え、でもバスもあるっちゃあります。本当に？本当です。そんな落ち込んだ顔になります。大阪いいなって。いやいや、新潟いいです。うーん、新潟もいいところたくさんあります。まだ行ききれてないです。全然。今度お出かけしてみたいの、春菜ちゃんと。行こう。来ましたか皆さん。来ましたか。行きましょう。あれ、約束。どこ行きますか？言ったらかか。え、でも大阪も行きたい。大阪もいつか案内していただきたいし、新潟も案内したい。じゃあお互い、うん、東京に行きましょう。間のね。確かに。初対面の時の印象覚えてる？初対面？え、めっちゃしっかりしてるって。いや、今もなんだけど、いやいやいや、すごい、あの、みんなをまとめてくれるリーダーだなって思って。いやいや、ダンス。とんでもございません。印象は本当にダンスです。え、でも私もダンスかもしれないです。なんか、うん、思い出いっぱい公演のリハ、うん、初日のリハ、うん、あれ、リハ、初日のリハじゃない、なんかのリハ。うん、なんだ、うん、あれ、でも初日いましたよ。 いた、うん。で、めっちゃ目に留まった先輩、うん、なんか表情がめちゃくちゃ、ダンスが上手いのにそれだけじゃなくて、
表情までもめっちゃ完璧で最後までこだわってるなっていうのがめっちゃ印象的でした。いや嬉しい。真似したいところがいっぱいある。ね、嬉しい。ちょっとがいいパフォーマンスということで第一印象。嬉しいということで。嬉しいですね。髪型合わせたの？そうです。そうです。春菜ちゃんが合わせてくれました。こんにちはワン。こんにちはワン。にゃんにゃんかっこいい。にゃんにゃん。ね、オーディションの時で配信してた、ね、してました、はい、それがシミレッシミレッちゃんでした NGT NGT だよね。なんかちょっとだけ 見てたんですよ、うん、あんまりその時は見てなかったんですけど NGT のオーディションですか。そう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 、ありがとうございます。気づかなかったそんなね、あの本名で言ってないから。あ、そうなんですか。こっそり言ってました。あ、なるほど、はい、でも3期生さん2人ぐらい来てくれる。うん、はるちゃんとか、あ、だった気がします。はるちゃんはもうみんなのところ回ってたで、逆にはるちゃんのアカウントでみんなでその携帯を囲んで見てる時もあった。そう、すごい、うん、こうやって言っていいんでしたっけ。うん、歌唱力、歌唱力、うん、出ました。収録練習してきました。しました。何歌ったかは言ってない。まだまだ言ってないです。言いましたか。私は言ったけど、でもメールだけ先行公開みたいな感じで。あ、なるほど。そうです。じゃあどうでしたか、歌えた。いや、でもなんかリハーサルまでじゃないですか、うん、の中で本番が一番マシ、うん、マシでした。本番で自分の力を出せたということにしときます。食べるときは静かになる、ね、同時だよね毎回ね。同時。21歳になった記念にルアちゃんって呼んでみる。先輩なんで。本当に、いや、いや、こんなこと書いてないない。楽大変そう な, なんで私そんな暴れる人だと思われてる。そんなことえ、でもたまになぜか敬語を使ってそうなの。なんか配信、こういうコラボ配信私よく敬語になっちゃって。あ、そういうことですか。スモちゃんとこういう感じでおしゃべり会の合間に配信してた時もあったんだけど敬語になっちゃう。あ、よかったです。なんか年が上だからっていう理由だったらどうしようと思ってよくなんか司会進行役みたいな、あの、喋り方になってしまうんです。です、すいません。何やってい、何やってい、ね、うん、ね、おいしい。よし、呼び捨てファンタジー4個離れてますね。07、うん、03、4個だ。ちょうど、しかも5月なのでちょうど4年ぐらいですね。しっかりしてすぎて、もう、先輩。いや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 全然です。何弁当ですか？ローストビーフです。ローストビーフ。困った時は、ルアさんに聞いたらめっちゃしっかり返ってくるんです。なんでめっちゃ褒められる。ありがとうございます。こうやってどうしたらいいですかとか聞いたり、うん、なんか聞かなくても教えてくださるから、もうあの感謝感謝です。もうかかと鳴らせとかに一緒に頑張った。そう、頼りになる先輩です。ありがとうございます。こっちばかり見ちゃった。はるなちゃん、ポキよりしっかりする。え、どうだろう。どうだろう。え、なんか、まあ、それぞれのしっかりしたさ、しっかりしてるさというのがありまして。ポキは、すごい、あの、はっちゃけるときっていうかは、はっちゃける感じで、でも真面目なときはちゃんと、
真面目に取り組むというそういうしっかりした面であって、ね、はるなちゃんは常にしっかりしてるイメージかもしれないなんかあんまりまだなんか素を見たことがないまだ、どうしよう、素めっちゃなんかパリピとかだったらどうなんですかね、自分でも分かんないですね。ダンス部とかって大体パリピなイメージある。ああ、周りはめっちゃみんなパリピ。パリピ。だから私おとなしく。え、おとなしかったの？いや、ダンス部の中ではなんかキャプテンとかの言うことで、そうだね。なるほど。え、副キャプテンとかの立場じゃなかった？全然です。なんか、いっぱい部員がいるんですけど、その中で限られた初心者で入ったんで、もうほとんど経験者、ダンス経験者の子がダンス部に入ってきてて、その中で初心者で入ったんで、もう肩身が狭くて、みんな上手すぎて、それでもう端っこでよく泣いてました。ほんまに覚えるのが苦手で、今でもそうなんですけど、振り覚えがめっちゃ遅くて、そうなんです、覚えるのがめちゃくちゃ苦手なんで、本当に大変でよく泣いていました。それでいろいろ積み重ねて今に至る、そんな感じ ですね。めっちゃ深夜まで練習してました。大変そう。なんかそういうダンス部って創作ダンスなの、なんかみんなで一つのものを作り上げるって感じ。すごいね、なんかみんなの気持ちが一致しないと、そうですね、作り上がらないと言いますか。ですか。そうです。わ、ギフトありがとうございます。誕生日ギフトありがとうございます。ありがとうございます。なんか自分の寂しいとこ見るの変な感じが。そうだから、なんかちょっといろいろね角度をつけて食べないといけないんだよね。もうルアは気にしてないけど。慣れない。まあなんか星飛んできた、ありがとう。かわいい、ね、コンペイト？え、なんかそうコンペイトみたいなギフトありますよ。あるんだ。左側ですか？そう、こっちなんです。あ、でも私もこっちかもしれない。あ、本当だ。だからなんかさ、みんなからしたら聞き顔も何もないよって思うかもしれないけど、めっちゃあるよね。じゃあ均等です。均等。いやいやいや、めっちゃ左右非対称。左右超対称です。私こそ非対称なんですよ。いや、そんなことない。いや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 、うん、卵がぷよぷよしてる。初めて披露した自然渋滞のダンスはめっちゃ練習したんでしょ。そうです、ね、めっちゃ教えてくださいました、先生として入ってくださったので。いやいやいや、でもか、はるなちゃんはすごいなと思ったのが、その動画を見てスクショして、ここをちょっとみんなで揃えたい、そういうのをもう何枚もスクショして送ってたっていうのがすごい衝撃で、うわ、そうなんですか、めっちゃ尊敬です。はい、それも実はダンス部でやってたことなんで、あ、これやるとなんかみんな揃えれるかなって、やってたことをちょっと思い出してやってみたみたいな、めっちゃいいと思った。なんか一人でまとめる人がいるとさ、みんなも助かると思う。私だったらすごい嬉しいから。ルアスマイルをいただきました。そう、ルアスマイルです。めっちゃ好きなんですルアスマイルが。質問でも募集する。はい、質問ぜひ質問お願いします。質問タイム。お互いの顔パーツ交換するのはどこ？目です。んエクモ。おエクモないですか？ない。でもルアスマイルが良すぎて、
はるなちゃんと呼んでくれるルアちゃんすごい。え、どういうこと？ないん？え、みんな西川さんって言ってんの？西川ちゃんって呼ぶの？いや、全然。なんでお呼び捨てでもいいですよ。でもはるなちゃんがいい。かわいいです。ダメだ。唐突に本音が出てしまう。かわいいってなっちゃうんですね。はる姉ちゃんって呼ばれてます。あ、はる姉、あ、確かに、そっか、はる姉ってはる姉っても呼ばれてます。確かに同期は結構みんなはる姉って言ってるよね。もともとその名前入れる予定なかったんですけど、うんうん、なんか気づいたらみんなはる姉って言ってて、うんうん、入れとこうかなみたいな。確かに。うん、消臭力消臭力違う、そっちの西川さんじゃないです。TM レボリューション。違います。美味しそうに食べるからローストビーフ食べたくなってきたなって、うん、え、本当に美味しいです。味が濃い、うん。ハルネーはリリカ様のことなんでなんて呼んでるの？リリカさん。なんかめっちゃ私のルームボケる人が多いんですよ。大丈夫、ルアのルームも。え、本当ですか？そういうもんですか？そう、そういうもん。なんか関西人だからかなと思って。それも全然それもある。そう、でもそういうのがさ、やっぱりはるなちゃん通じるからいいよね、ボケが。私たまにボケをなんか殺す、ま、ボケ殺しですか？え、でも私もボケ殺し得意なんです。え、得意なの？得意です。なんかマジレスしちゃって。え、わかりますよ、ね、なんか一緒です。あ、ボケなんだってなっちゃうね。そうイエーイ。めっちゃ一緒。そう、これも来るんです最近。あの東川じゃねえよ。何その東西南北。東西南北あるあるです。花は大喜利得意なん？大喜利好きですよ。うーん。滑るけど。滑ることを恐れなければ楽しいです。身長高いのどっち？何センチ？63.5 です。高いです。何センチですか？61とか0とか。そんなに変わらないですね。確かに、お互いの2人の声聞こえた。うん、なんかあの思ったのが、たまたまちょっとハモりかけたところがあって、気づかなかったです。大好きだよって。恥ずかしい。大好きとか言ってましたか？うん、言ってた。で、私もその大好きだよって言って、そしたらはるなちゃんもちょっと遅れて言ってたから、じゃあ待って、これほぼハモったと思って。そう、気づかなかった。ってか、まず自分が大好きだよって。恥ずかしい。不意にポロッとポロッ。メイドニャンを引きずってますね。うん、あ、眉毛ニャンになってる、しかも。あ、眉毛さん、あ、言っちゃダメなの。言っちゃダメなの。すいません、なかったことにしてください。間違えて名前言っちゃった。なんかオーディション配信の時って言ってよかったんじゃないですか。うん、もうそれは違うじゃない。うん、これルアも初期めっちゃ言っちゃった。やべ、あ、やばい、やべ、やべ、すいません。ごめんね、ごめんね。みんな通る道、分かってるのにやってしまう。新渋滞苦戦した点、やっぱすれ違い交差とかですかね。なんか見るのが斜めじゃないですかね。だからこそ
相手を直接見れないからぶつからないようにするのが結構大変。そう、めっちゃやってたよねあれ。何回も誰か一人でもいただきました。ちょっと違うと交差できないね、人数が多いから、はい、オリジナルより、うん、仕事でお話しかいけなかった。全然全然お疲れ様でした。仕事お疲れ様。何回かぶつかった、いっぱいぶつかりました。うん、うん、そう言っていいようにしてくれたのかもしれない。うわ申し訳ない。え、じゃあタワーを見ます。こっちも、うん、タワー、あ、いいよ、じゃあ先読んでいいよ。眉毛にゃんさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。これなら OK って立ったわ。ありがとう。でこちらも読みさせていただきます。眉毛にゃんさん、タワーありがとうございます。タワー、え、めっちゃ優しい。ね、ありがとう。私が間違えて読んじゃっただけ。ありがとうございます。ありがとう、フォローしてくれた。優しい、優しい、ね、ありがとう、マジでどっちもに。ありがとうございます。ヒーロー。てか、なんかお互いさ、そのそれ仕様のタワーっていうね。こっちお誕生日。この浴衣イケメン。優しすぎ。なんだろう、あといろいろ話したいことはいろいろある。なんだろう、質問募集。あ、そうですね、募集しましょう。一口大きいからカメラだと。かっこよすぎるな、それな。さゆちゃんの兄弟いるの？妹がいます。おー、兄と弟です。うん、そう、やっぱ女の子じゃないんだよね。うん、だから性格も女の子じゃないし。フラーさんですか？うん、女の子ですよ。昔はもっとオラオラ系です。そうなんですか？なんか昔サッカーやってたから。あー、結構そう、なんかこういう可愛い感じの印象じゃなくて、日焼けしてたしみたいな。そうそう。オーディションの映像載ってる YouTube 見て、逆立ちぶり、違う、逆立ちじゃない、ブリッジの変顔が超印象的で。やばい。そうなんです、変顔ブリッジしました。最強でした。肉を焦がす。そうなんです、肉焦がすんですよ、焼肉。特技なんですか？うん、春菜ちゃん、そういうなんか独特な特技とかある？やっぱり自転車に乗りながらやっとあのクローバーを見つけることです。ねえ、無理なんだけど。なんでそんな、目がいいってこと？目はめっちゃコンタクトつけてます。マイナス 4.0 なんでめっちゃ悪いです。マイナス 4.0? え、待って、全然、え、それめっちゃなの？視力 0.1 ぐらいです。私はコンタクト8.0 です。え、倍、倍、めっちゃ悪いです、ね、めっちゃ悪い、うん。0.02 とか 0.03 とか。あ、 0.1 なんで、じゃあ私の全然見えない。そう、ちゃんと前向いてこいです。すいません。私本当に自転車でこれ言っていいのかな。うん、まあいいよ、言ってみな。いいですか？自転車で寝ちゃったことがあって。ちょっと今先輩に確認取ったんです。言って、いや、全然全然いいよ、そういうコンコスケは大丈夫。もう結構やばくない？え、どういうこと？自転車の、え、なんか、え、チャリン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 、ハグ。よくない、よくない、疲れてたんだね。間違いないです、うん、居眠り自転車。え、そうそう、だから聞いたことない。居眠り運転ならね、居眠り自転車聞いたことない。居眠り自転車したことあって、まあちゃんと電信柱にぶつかりました。ぶつかったの？ぶつかりました。
ねえ、で起きたんです。危ない、おはようって。そんなおはようじゃないか。寝たことない。だから眠い時に自転車を漕がないかも。漕がざるを得なかった時がありました。あ、そうなんだ。なんやって、なんやって、これこそなんやって。そう、ハマりますよね、私たちよく。寒い時とか眠くなる。ん、でもね、今自転車でね、寝てないもんね。寝てないです。当時ね。寝てないです、自転車。当時だから。当時。用水路に落ちたことならある。上なら、上には上がいるね。もう用水路落ちたことあります。え、あるんですか。はい。自転車でですか。うん、え、私より上行ってるじゃん。え、待って、これ言ったことないかもしれない。私。事故です。私本当にあの自転車漕いでて用水路落ちたことあるんです。寝てたんですか。寝てないです。コントロールできなくて。え、寝てないのに落ちたんですか。なんか坂みたいな、ちょっと変な、はい、斜めってるところに漕いでて、うわーってなって、ちょっと段差を飛び越えて落ちて。え、私のこと寝てるって。全然やばいよね、こっちの方が多分。そうで、なんかほっぺが全部やばかった時。え、怪我ってことですか。怪我、あれなじゃないですか。その時もありました。あ、新潟県民あるあるなんですか。いや、全然あるあるじゃない。違う、なんかそれっぽいコメントがありまして。違う、全然あるあるじゃない。新潟県あるある、自信あるか、俺も落ちたことある。意外とみんなある。そう、別に寝てないんだけど。電車で立ってうとうとして目の前の人に頭突きかましたことあります。あ、わかります。私もよくゴーンってやっちゃって、うん、こうやってやること申し訳ないって思いながら、うん、申し訳ないって思いながら、うん、こうやって隣の人とこんなのって、うん、よくない。静かになったね。静かになりました。小学校の時、女子にカッコつけたくて飛んで落ちたこと。どういうこと。やめて。そういう時もあるよね。でもなんか分かる気がする。私ドッジボールガチ勢だったんですよね、小学校の時。うん、分かる。私もあんまり逃げる側じゃなかった。え、ちゃんと掴む人ですか。うん、わかります。なんか今はちょっと考えれないんですけど、うん、なんか飛んでキャッチとかしてました。うん、めっちゃやんちゃで、多分やんちゃだね、それは。なんか言うと、うん、ヤンキーの、うん、小学校のヤンキーみたいな、うん、小学校ヤンキーのすっごい力が強い男の子のボールを目の前でジャンプしてキャッチするみたいな、うん、暴れ発着、うん、でそのここのドーンってくる感覚が気持ちよかった。ねえ、なんでなんで、怖いんだけど。なんかボールのバホっていうのがめっちゃ好きで。だね、それをキャッチできるとね。そうです。それで、うん、ウェーイって言って、うん、そのヤンキーをあの倒してました。かっこいい。すごい。やんちゃでした。そういうやんちゃ系のボールは取れたことないや。あ、なんかこう飛んできたのふわみたいな。そうそうそう。私はもうやんちゃ系のボールを前に行って倒れきます。ねえ、それガチのガチ勢だね。ガチの勢でした。ガチのガチ勢。あとなんかフライとかあるじゃないですか、外野から内野にフライするみたいな。投げすぎちゃって外野から外野に行っちゃうみたいな。あ、それはあった。なんかありました。なんかそう、それは。でも今の私は逃げる私なんです。おお、なんかどこでそうなったんだろう、ね、ちょっと変わっちゃった。アイドルになって変わっちゃった。いや、もうちょっと早い段階で変わってたかもしれないです。僕は人の後ろに隠れて逃げ回ってた。まあ高校生ぐらいになるとそういう感じになってましたね、多分。うん、顔面セーフとかあった、あえてヘディングしに行ったり。あ、ねえ、それはサッカーでしょ。なんか覚えてないな、確かに。はるちゃんは審判のふりして当てられないようにした。らしいですね。そうなの。いや、違う、なんからしい、それ
やってそう。確かに紛れてそう。ジャンプしてかわしたくてめっちゃ足開いて飛んでた。そういう人いませんでした、うん、いる。ふぇーみたいな。いる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 。バスカットん、バスカットをしようとカッコつけて取りに行ってそのままアウトに。バスカットって何でしたっけ。マスカット、パスカット。あ、ごめん、なんか今ずっと足が痒いんですけど、どこが痒いか分からない。いろんなとこちょっと触ってるんですけど、どこが書いたか。パスカット、パスをカットするってことですかね。ああね、その人と人の間がちょっと距離あって、こうポーンってしたところをか取るみたいな。あ、横取りみたいな。横取り、そう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 。それでアウトに。マスカットが食べたくなりました。食べたいですね。食べたい。ドッジボール中に差し入れすなんで。ね、え、どこが痒いの。どこが痒いの。左足のどこが痒い。めっちゃ痒いけど、わかんない、全部ばっかりになってきた。ねえ、大丈夫。痒いけどどこが痒い。手の指先だったり。めっちゃ痒い、どこ。意外と背中。どこ。なんか痒くなってきた。配信で何してる。マスカット、まずカット、どこかで聞いたような。まずカット、あれね、めっちゃ標準語やコテコテの。やっぱり一緒にいるからですかね。え、いいよ普通に話して、もっとリラックス。ちょっと痒くて。リラックスしていいよ。どこが痒い。こっちも痒くなってきた。え、ほんまにどっかが痒い。何かがいるよ。まずカットした、マスカット、標準語喋っとるから痒くなってんねやって。ルアシに関西弁移して、かいいな。せやな、せやな。家族とは 100% 関西弁になるの。うーん、でもお母さんが東京生まれ。うん、お父さん兵庫。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やっと食べ終わりました。確かに。え、ま、ずっとかゆい。あ、マスカット、まずカットってハルルさんツアーでおっしゃってたんですか。ん、今言ってました。知らなかった。うん、うん、よくわかんない。アウトします。あ、うん、あ、オッケー。お茶飲みますか。あ、大丈夫、ありがとう、うん、そう、なんかマスカット言ってたね。なんかマスカット系の言葉を言ってらっしゃいました、そのマックス時の前に。村長のギャグなんです、うん、そうなんですね。かゆいな。よいしょ。ちょこんにちは。どうしてるよね、こういう。いるんですか、これ人、うん、私かな。出かけするのはどこ行くね、どこに行かないんだろうね。大阪に来たらユニバ行きたいですね。え、絶叫行ける人ですか。大好き。うわ、うわって言ってた。嫌い。待って、え、年パスで、年パスで絶叫系乗らないって、逆に何乗ってたんですかね。ホラーナイト、お化けパスに出ました。かわいい。でも、うんうん、友達に無理やり、ほぼ無理やり乗せられたことがあって、うんうん、ダイナソーじゃない、あのドリームハイじゃない、ドリーム、うん、ハブ、なんだっけ、ドリー、なんとかドリー、あ、ハリドリ、ハリドリ、ハリドリに乗りたくない、乗りたくないって言ってたんですけど、うん、私が学校帰りに上島に行ったら、もう友達2人が
代わりにもうさ行くでって言ってすぐに連れて行かれて、うん、それでこうやってあのこっちとこっちに挟まれて乗ったんですけど、うん、あの乗って降りたらその友達の手に私の爪の肩がついてて、うん、どんだけ怖くて、うん、握りしすぎて、うん、爪の肩つけちゃったねえすごいめっちゃ怖くてでも2回目乗って、うん、めっちゃ怖いけど克服はしました、うん、だから一緒に行ったら頑張って乗ります、うん、よかったてか克服したんだねちゃんと2回も乗ったんだねそうなんです、うん、1回目は号泣したんですけど、うん、2回目は泣きませんでした、うん、ユニバのおすすめのところとかありますかその、うん、私の乗り物とか乗り物私が好きなのはミニオン、うん、えキャラクター大丈夫でしたっけ、うん、うん、なんか映像酔いますか？なんか車酔いとかしますか？うん、なら大丈夫です本当に？なんか映像系が好きでハリー・ポッターとか、うんうん、なんか映像でこうやってスリルがあるやつ、なんかそういうスリルはいけるんですけど、なんか高さが苦手でこうねそうなんですだからダイナソーとか多分絶対無理ですどういうやつ恐竜のに乗ってこの真下が見えるやつ、うん、わかるあれ絶対好きですよね、うん、とか言っちゃう私は下で見ときます私はそれは下で見ときます、うん、いいなマリオのやつとかも行ったことあるマリオマリオあ乗ったことありますあマリオのパークめっちゃ可愛いです、うんうん、ねえ行ったことあんのありますいいな先週にも行ったミニオン私も好きえやんな年パスでやんなユニバあユニバユニバですユニバですすいませんユニバえユニバですかユニバユニバユニバめっちゃ配信してますよね知らん間にえ時間結構経ってる待って1時間経つちょっと待ってやばい気づかんかったちょっと一旦飲み飲み飲みうん年パスで年パスでうんほんとうんそろそろ終わりにするかなそうですね飲み込んできて飲み込んでくださいお茶タイプしてうん、いつでもパスできます。ルアさんとユニバでマリオカートしてほしい。一緒に乗りたいです。うん、でも私一回乗ったんですけど、ルール分からず終わっちゃって後悔してるんで再チャレンジしたいんですけど。うん、お茶入りますか。よし噛み切りましたルアさんが噛み切りましたえ本当に私ローストビーフ好きなんですけど噛み切れなくてすいませんでした一緒に配信できてよかったねありがとうえ待って嬉しかった私も嬉しかったです、ね、だってはるなちゃん加入してからそんなに配信をそうなんですできてなくてそんな中の貴重なそんな中誘ってくださったんですルアさんがそうなんです誘いました誘ってくださったんです、うん、これは大絶絶好のチャンス絶好のチャンス、うん、そういう言葉ありましたっけ、うん、だと思ってそう意外な2人確かに意外な2人だねでもよくなんかお話とかしますよね一緒になったり、うん、そう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 本当に春菜ちゃんおしゃべり上手ですしいやいやいやルアさんが話しかけてくださいから佐紀生さんの中で特に話すと思います。やったよし結構お話ししますルアさんとは本当ですかありがとうございますこれからも5月同士頑張ろうはいはいはいいやー仲良くしてください、本当に5月いなくて人があ去年あいました NGT に5月がいなかったですそうでルアが初めてでで、4期生来るってなって4期いるかなと思ったらいた
すごい、だからそれで運命を感じてるんです。嬉しいです。スクショタイムする。はい、こっちから。うんうんうん、また作る。うんうんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。何がいいかな。ポーズとかあります？なんかよくする。てい、あ、ヘッチーズ。なんだろう、なんだろう。はるなちゃんポーズ。たこ焼き。たこ焼き、たこ焼き、オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。え、こういう時って、うん、壇上交互に読むんですか？どうしよう。あ、いいよ、あの一回ずつにしようじゃ。あ、わかりました。じゃあ先に、うん、あ、いいですか。はい、うん、じゃあどうしようか。お名前だけにします。13山津氏、12ドスドス担当のアザラシクジラン氏、11位スイバラの赤 T333 氏、10位 D 山氏、9位五郎氏、8位ヒロ氏、7位リエちゃんズ氏、6位カキヒコ氏、5位カナリー氏、4位セッテンガー氏、3位ハルポン氏、2位星ヒロ氏、そして1位はマイゲニャン氏です。ありがとうございます。じゃあ私も波に乗って C で行きたいと、はい、いいの？いいよ。いいですか、うん、こちらこそ。じゃあ行かせていただきます。13位山田のピクチャー氏、12位スイズミユ氏、11位マナポン氏、10位タロ氏、9位サトミ氏、8位ゴモトモ氏、7位ディーヤマ氏、6位中年ジェット氏、5位 GPX 氏、4位両氏、3位タカボーズ氏、2位3日連続とか聞いてない3氏、1位まゆげにゃん氏。ありがとうございました。ありがとうございました。にゃん3氏って言っちゃった3も氏も後も言っちゃった。ありがとうございました。終わりたいと思います、はい、ボタンもどこか分かんなくなっちゃう。これがじゃあ、ありがとうございました。おしゃべり会も配信もありがとう、ありがとうございました。終わります。またね。せーの。